婦人機、ドローン1機が落下しているのが見つかりました。今日午前10時20分ごろ、総理大臣官邸の屋上で小型無人機ドローン1機が落ちているのを官邸の職員が見つけ通報しました。警視庁によりますと、落下したドローンは直径およそ50センチで4つのプロペラがついているタイプで、小型カメラと発煙筒のようなもの、さらにプラスチック容器が搭載されていました。プラスチック容器は小豆色で直径3センチ、高さ10センチで蓋がついていて、中には液体が入っているという。